こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はニカズドリームという曲をやっていきたいと思います。ホレス・シルバーの、まあ、定番中の定番なんですが、先日お話しした、パノニカさんに、捧げた曲で、パノニカさんで一番有名な曲なんではないかなとは思います。で、定番のイントロがありまして、それのお話と、あとエンディング、一番初演のホレス・スコープにというアルバムに入ってるやつのやり方と、ちょっと色々違うんで、そこら辺の説明と、セカンドリフも、まあ、ホレス・スコープのやり方と、今、ジャムセッションでやるときのやり方ってちょっと違うので、そこら辺を解説していって、で、まあ、構成の紹介と、で、まあ、僕の演奏を最後やって締めたいと思います。それでは始めていきましょう。はい。それではですね、定番のイントロ、ダバラバリーラーっていうところですね。リーダー、じゃーん、リーダー、じゃーん、リーダー、じゃーん、リーダー、じゃーん。他の人がじゃーんって伸ばしてるあたりに、ダン、ダン、ダン、ダダ、ダバダバダバダ。で、ここの間をラテンで埋めて曲の頭に入るっていうのが、これが定番のイントロです。ホレス・スコープのやつは、タッツタッタ、ダバダバデダー、ドンツタン、ドンツタッタン、ドンツタン、ドンツタッタっていうフレーズから始まります。これは下のリンクのところに、定番の曲のやつの、定番というか、ホレス・スコープのやつの、初演の演奏を貼っておきますが、これね、セッションでほぼほぼやらないです。ただね、リアルブックに載ってるので、譜面を持ってきたらやる可能性はあるんですけど、基本的にはやらないです。ホレス・スコープのインターリュードで使われてた間奏、アドリブに入る手前で使われた、これをイントロ、エンディングで使う場合が本当に多くて、これを覚えておけばまず間違いないということですね。はい。エンディングもこのホレス・スコープのやつは、ダーンダチャーンダタラララララ、ダー、ダバ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 ダ、ダガダガダ、じゃーんっていう、あんまり聞かないパターンをやってるんですね。で、これも僕もたまにやったりしますけど、基本的には普段やらないです。だからさっき言ったみたいに、シャバラバリラーの方がよく使えます。で、タバラバリラーのところはですね、初演のやつは、ディラータン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 ってやってるんですが、定番はディラージャーン、ディラージャーンってやると、こう、コール&レスポンスでちょうど埋まるので、シンコペーションした方が定番になってます。セカンドリフですね。これも初演で入ってるんですけど、ただ、ただたらわらわらら、たらたらわらわらら、たらたらわらわらわらら、らわららら、らわららっていうフレーズがあって、で、ここの下、セッションの時はドラムソロになることがほとんどなんですけど、初演の場合はここの、アドリブしてる人が、サックスだったかなんかがアドリブしてるんですけど、なのでここは普通にバッキングをしてやる場合もあるんですけど、セッションでやる場合は十中八九がドラムソロになります。今日は演奏は僕もドラムソロでやっておきました。で、ここの部分っていうのは、要は A の変形なんですね。タッタージャッチャッチャラのところがメロディーが変わってきてるセカンドリフになってるので、これ2回やったら A2 回分なので、サビで戻るということになります。構成解説ね。だから、イントロ、ダバダバディダー、ディダーっていうのがあって、で、A、B、A やるでしょ。で、インターリード、ダバダバディダーっていうのまたやって、で、アドリブを、全員のアドリブをやっていくと。で、アドリブを交代するときにまたこの、ダバダバディダーってやって、ブレイクしてからソロに入るっていうやり方もあるので、ここだけちょっと打ち合わせしなきゃいけないというか、もう打ち合わせ忘れてたら、あ、どうすると思って、誰かについていくって形ですね。で、セカンドリフは、まあ、大概の場合はやります。で、セカンドリフのところの、下の段の8小節がドラムソロで、で、サビ戻り、メロディーはサビから戻ってきます。で、やって、最後、エンディングやるっていう形になってます。この形を覚えておきましょう。構成の A はですね、もうラテンをずっとドラムやっていくだけなんですけど、じゃんじゃんじゃーん、タンっていう決めをやってるんですが、ドラムはこう4拍目のスネアだけをやってるんです、初演のやつは。でもよくやるの、ダンダンダン、トントトントンっていうのが、まあ定番ですね。これは東京ユニオンでですね、ポンタさんが叩いてるやつが、ね、めちゃくちゃかっこよくて、もう全部コピーしましたけど、もうトン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 ってやってるんです。ポンタフレーズが出てくるわけですが、これすごいかっこいいですね。これを A を2回やるってことですね。サビはですね、ここペダルなんですよ。なので、うったん、だ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 ららららここからスイングになる感じ。だららたったディッタだった、だばらら、この辺全部決めますね。で、またここ。で、ここ、
ペダルなので、ここの頭の分をスネーで叩くか、手前から、シンコペーションを始めて、ここを急風にするかっていうのがパターンになってるんですが、ここを渋急風でやると全員止まるんで、かっこいいんですよ。で、このパターンやり方でちょっと後で演奏してますので。で、2回目も同じですね。で、アドリブに入った時は、ここをこのペダルでやる人もいれば、やらない人もいます。ペースはもうずっとそのままライン組んじゃう人もいれば、ペダルをやってくる人もいます。どっちでやってもいいです。レガートでやってて、向こうがペダルでもいいし、向こうがペダルでこっちレガートやっててもいいし、どっち一緒にペダル行ってもいいし、一緒にスイング行ってもいいし、みたいな。だからこう、結構探りながらやってるみたいな感じで。1回目にですね、ドラムがこう、ペダルやって、向こうがラインだったから、こっちが向こうラインに合わせたら、向こうは今度はペダルに合わせてきて、入れ違うみたいなことがよくあるんですけど、そういう時は、あーあーって言いながら、まあ途中で合わせたりするっていうやり方ですね。はい、それでは、じゃあそういったことも踏まえて、演奏を聴いてみると、あ、こういうことやってるんだなってわかるかなと思います。それでは最後に僕の演奏を聴いてください。ホレス・シルバー作曲の、ニカズ・ドリームの演奏をしてみたいと思います。Thank you.
今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。